んからいただきました相談です。はい、マリナお姉さん、下田師匠、こんばんは。ワイファイ。先日弟が僕の部屋を訪ねてきた日のことです。うん、兄貴、明日のテスト自信がないんだ、なんかいい教材持ってないと助けを求めたので、ベッドの下から家庭教師が出てくる DVD を取り出し貸してあげました。うんうん、翌日弟は、兄貴、昨日借りた DVD の内容を思い出しながらテストを受けたんだけど、机の上より下のペンが気になって問題解くところじゃなかったよと嘆いてきたのです。一体何がいけなかったのでしょうか。そして弟の身に何があったんでしょうか。下のペン、これは一体何でしょうか。机の上ではない、下のペンが気になった。下にペンなんてありますかね。まあ落としてない限りはないと思うんですよね。家はいいですしね、落とした場合は、取ればいいですもんね。取ればいいですし、先生にすいません、ペン落としました、拾ってくださいって言ってもらえれば、うん、もうそれはね、先生拾ってくれますから、そうですよね、それぐらいは。確かに。なのでね、これ非常に不可解ですよね。下にペンは、なんなんでしょうね。これは、妖怪の仕業じゃ！やはりね、そうですよね。そんな不可解な現象ありませんもん。そうなんです。ねえ。はい。非常に危険な妖怪なんですね。危険なんですか、怖い。危険ですよ。これはね、男性の皆さんは誰でもこれ、妖怪取り憑かれるかもしれません。気をつけてもいいですよ。なんで男性なんだ。はい。その妖怪の。名前お願いします。はい、発表したいと思います。妖怪。お前の息子を、ペンに、したろう。です。はい。はい、はい、はい、しょ。はい、なえくん、はい、何かな、息子って何ですか。あ、よく気づいたね。はい。息子っていうのはね、のことだよ。なるほど、だから男の人が気づかなきゃいけないんだ。そういうことです。なるほどね。イエス。で、どういう妖怪なんだっけ。ですね。まあ、あれですよ。息子に。要はね。はい、息子さんに。まあ、皆さん男性それぞれが生まれた時から連れている我が子。我が子を。そこですか、そこから説明しますか。はい、はい。を、なんと、ペンに変えてしまうという。その、そうですか。妖怪なんです。はは。まあ、ですから、まあ、ちょっと息子っていうのがどこかはちょっと言いませんけれども。二度は言いませんけれども、ね、体の一部が文房具になってしまうということです。じゃあ便利、じゃあ便利ですね。そうです。うんうん、便利なんですけれども、ただ戻らないんです、そのペンが。あ、それは非常に困りますね。なので皆さんぜひ気をつけてくださいね。はい。それでもう一つ行きましょうか。はい。石川県あなたのハートにエクスカリバーネーム。わお、アドレナリンコさんからいただいた、相談です。うん、マリナお姉ちゃん、下田師匠、こんばんは。 Wi-Fi バイバイ。先日お兄ちゃんが、今日はいいおかずを仕入れてきたんだよと満面の笑みで自室にこもりました。うん、お兄ちゃんは料理人でもなければ、そもそも料理なんてしているところを見たことがありません。うん、お兄ちゃんの目に何が起こったんでしょうか。下田師匠、教えてください。これはですね、見たことがなかっただけで作ってるんですよ。なぜ部屋で作るんですか。テレヤ。でも部屋で作れるものって非常に限られてくると思うんです。部屋に包丁を持ち込む、これ非常に危険なこと、あまり良くないことだと思うので、やっぱりね、包丁というのは、衛生面でも、やはり、キッチンでぜひね、使っていただきたいなと思うんですけれど、これどうしますか。料理はね、包丁がなくたってできるんですよ。方法、じゃあ部屋でどんなおかず作ってたんでしょうね。それは、はは、キムチです。え、始まったな。キムチでいいですか。変更していい。今なら考えられるよ。それは、はい、オッケー。おにぎりです。ね、おにぎり。包丁使います。使いません。でしょ。うん、ほら、ただ、おにぎり握ります。うん、その握った手どうしますか。舐める。
ペロペロ、ペロペロ、ペロペロ。お手でペロペロする。そう。でも私思うんですけど、うん、おにぎりっておかずかな？おにぎりの中のおかずを仕入れてきた。でか、昆布とか。あ、昆布ですか？それで、米はもう自室にあったんですよ。そ, その部屋の中だけで過ごせるようになってるんです。昆布を作ったということですか？昆布をし、もう、出来上がっておかずを仕入れてきたんで、昆布をおにぎりに、ちょっと握るだけ。おかず、おかず、それがおかず。うん、I understand? うーん、まあ、まあいいでしょ。というか。オッケー。じゃあ、妖怪ではないということですね。そうです。なるほど、わかりました。はい。よかった、ほっとしました。よかった、よかった。じゃあ、もう一つ行こうかな。そろそろ可愛い妖怪出しとこうかな。どうぞ。じゃあ、革命ネーム、キングくんからいただきました。ありがとうございます。どうすこい。マリナお姉さん、下田翔、こんばんは、Wi-Fi。こんばんは、Wi-Fi。この前、パパが夜遅くに帰ってきたら、うん、パンツが裏返しになっていたことをママに怒られていました。うんうん、パパは知らないって言ってたんだけど、うん、どうしてパンツが裏返しになっていたんだろう。え？パンツが裏返、あ、裏表逆の状態で履いて帰ってきたってこと？そういうこと。それについてママに怒られていました。パパは知らないって言ってた。どうして裏返しになっていた？あとママはなんで怒っていたのかな？まあこれ普通に考えたら、普通ですよ。普通に考えたらまあ、要はまあいわゆる裏面を、はいはいはい。ペッてくっつけて履くわけじゃないですか。なるほど。裏面が何枚汚れちゃったんだと思うんですよね。うん。うん。なんで、うん、あ、裏面汚れちゃったから、うん、リバーシブル的な感じで。裏面が汚れた、はあ、はあ、ですから、反対の面をね、うん、履けば、綺麗な状態じゃないですか、うん、反対の面は、うん。そういうことでしょう。でもさ、そうするとさ、うん、その綺麗な、じゃない部分が今外側に来てるわけじゃないですか。うん、そしたらさ、それの上からさ、男性はズボンを履くわけですよ。そうするとズボンにその汚いものがついてしまうわけですよ。それはどうなんですか？そのズボンを翌日裏返し。最終的にズボンを裏返してきて、明日は会社に行くということですか？うん。うんうんうん。だから怒られていたのかな？そう。汚いでしょって。なるほどね。ははははそれか。うん、それか妖怪の千葉座です。出ました、妖怪ですね。いろんな可能性ありますからね。妖怪、こんな妖怪もいるんですね。そう。皆さん、うん、ご存知でしょうか、はい、妖怪枕返しという妖怪を。おー、ほう。あの妖怪、枕返しと言いますが。うん、はい。枕以外にも返す妖怪がいるんですね。あらま、仲間ですか？そうです。はい、まあ大体お察しだと思いますが、名前を発表したいと思います。はい、どうぞ。妖怪、パンティー返し。ほー。これがどういう妖怪なんですか？その名前の通り、人々のパンツを裏返してしまうんですね。な、うん、あ、これは怖い。そうなんです。裏返し。大好きですからね、妖怪ね。もうすぐなんか巻いたりとか、裏返したりとかしますからね、あいつらね。そうです。でもね、可愛い妖怪なんですよ。可愛いんですか？そうそう。なんか、口癖があってね。オッケー。だって、汚れてる方が、内側に来てると、不衛生だもん。これが、口癖なの。これが口癖、長いですね、口癖ね。これが、はい、口癖です。あ、それが口癖ですか。そうなんです。で、裏返しちゃうんだね、うん。そうなんです。なるほど。じゃあ、より綺麗な面を肌に触れさせようとしてくれる。はい、ある意味、ちょっといい妖怪ってことですね。うん。まあ、ですからね、例えばね、うん、洗濯をしないで2日間同じ下着を履いてしまうとか、うん、そういう人に、こう、現れる妖怪なので、普通に洗濯をしてね、毎日下着を取り替えていれば、うん、この妖怪は現れることはないじゃろう。なんるほど、師匠。わかりました。ちゃんと対策もね、考えてくださる。非常にありがたい。